休憩前に引き続き会議を開きます。10番今井恒夫議員。それでは、議長のお許しをいただきましたので、発言通告状に従い、一問でございますが、総括方式にて質問させていただきます。昨今、不登校児童生徒に関するニュースや、子どもを取り巻く社会的課題について見聞きする機会が増えてきたと感じております。特にコロナ禍の3年間は、学校を中心に各家庭、地域においても大きな影響を与えており、全国的には不登校児童生徒が29万人を超え、児童相談所による家庭児童相談件数も、令和4年には219,170件で、前年度より11,510件の過去最多と公表されております。本市におきましても、担当課で取りまとめていただいている要保護児童対策協議会管理ケースの推移を見ましても、要保護児童者数、要支援児童者数ともに高止まりの状況となっております。国においては、このような中、子ども家庭庁が創設され、子ども施策の推進がされているところです。本市におきましても、センター長と統括支援員を中心に、来年度からの子ども家庭センター開設に向け、準備いただいていることと思います。この子ども家庭センターでは、当事者のニーズに沿った支援方針を作成する中で、当事者が自ら抱える課題を認識するとともに、活用できる支援施策を知ることで、計画的な利用を促すこと、および関係機関と支援内容等を共有し、効果的な支援を行っていくためにサポートプランの作成が求められております。サポートプラン作成の対象者は母子並びに乳児および乳幼児の心身の状態に応じ、健康の保持および増進に関する支援を必要とする者および要保護児童、要支援児童と当該児童の保護者及び特定妊婦等とされており、多くの方に対してのサポートプランを作成していく必要があると考えられます。現在も本市では、要保護児童家庭や要支援児童の家庭を中心に、さまざまな相談支援を行っていただいていると、いただいておりますが、支援が困難な家庭も増えており、一つの家庭にかかる時間も年々増えてきているように伺っております。そのような中、さらなる相談支援の充実を図っていかなければならないと思うのですが、果たして現在の体制で相談支援が本当に必要な家庭に対して支援の手が届くのか疑問に思っております。また、厚生労働省におきましては、2024年4月の制度開始を目指し、厚生労働省の専門部会で準備が進められています子ども家庭福祉分野に専門性を持つ新たな資格として、子ども家庭ソーシャルワーカーの配置も検討されておられます。また、保育園や幼稚園の職員の方とお話をさせていただく中でも、保育士だけでは解決できない課題解決に向けた支援策として、園と家庭をつなげる支援を行う職員の配置があると助かるとの声も聞いているところでもあります。私もこういった支援策があれば、保育園では対応できない園児や保護者への支援につながるものとして期待をいたしております。今まさに市長が掲げておられる子育てするなら森山の施策をさらに進めていただくものと期待をいたしております。そこで次の点について、こども家庭部長にお伺いします。1つ目、こども家庭センターの設置に向け、
サポートプラン作成等の業務など、先ほども述べたように、さらなる相談支援の充実が求められると考えますが、現体制に加えてどのような職員体制を整備していこうとお考えいただいているのでしょうか。2つ目、園と家庭をつなげる支援を行う職員の配置等についてどのようにお考えなのでしょうか。2点お伺いいたします。子ども家庭部長。それでは議員ご質問の1点目、子ども家庭センターの設置に向けた職員体制の整備についてお答えします。令和4年6月の改正児童福祉法により、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機関として子ども家庭センターの設置を務めることが示されたことを受け、本市といたしましても令和6年4月から母子保健、児童福祉両部門を一体的に運営し、児童虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた経営内支援など、相談支援体制の強化を目的とした子ども家庭センターの設置に向け、現在、準備を進めているところです。議員仰せのとおり、本市における家庭児童相談件数や、要保護児童対策協議会管理ケースも、全国的な傾向と同様に、高止まり傾向となっております。このような状況のもと、子ども家庭センター設置後におきましては、支援を必要とする要保護児童、現時点で約90人、要支援児童、現時点で約210人、さらには母子保健の観点から支援が必要と思われる子育て世帯等、現時点で約100人に対し、支援内容や利用頻度、期間等を明記するサポートプランを新たに作成していくことが義務付けされております。かつ、サポートプラン作成後においても、家庭や児童の状況をしっかりと把握する中で、定期的に効果検証を行っていく必要があります。こうした中、職員体制の整備につきましては、これまでから母子保健課の保健師や助産師、また子育て応援室の子ども家庭支援員や虐待対応専門員などが行ってきた相談支援、児童虐待への対応などの業務に加え、先ほども述べましたとおり、対象となる子育て世帯等へのサポートプランの作成、さらには新たな子どもの居場所づくりなど、家庭支援の充実が求められており、これらに対応できる組織体制と業務に精通した職員育成確保が必要であると考えております。いずれにいたしましても、子ども家庭センターの設置に向けて、さらなる相談支援体制の充実はもとより、妊産婦や子育て世帯のニーズに即した本市にふさわしい組織となりますよう、関係部局とのさらなる連携を図るとともに、職員の体制強化についても総務部局と協議を進めてまいります。次に議員ご質問2点目、園と家庭をつなげる支援を行う職員の配置等についてお答えいたします。不登校児童生徒が増加している状況におきまして、子どもが所属する学校や園との連携は非常に重要であると認識しております。特に不登校児童につきましては、就学前から児童や家庭にその予兆が現れていることもあり、その予兆は心身の不調、子育ての悩みや家庭問題の影響など多岐にわたります。現在のところ、保育園や幼稚園等には、学校のスクールソーシャルワーカーのような専門職の配置はなく、各園の職員が直接支援を行っておりますが、その件数も年々増加傾向にございまして、かつ内容も複雑で対応にも限りがあることから、
相談状況に応じては子育て温室の子ども家庭支援員等が中心となり、関係機関との連携を図りながら支援を行っているところでございます。そのような状況のもと、議員仰せのとおり、園と家庭をつなげる役割を担う専門職を配置することで、当園を通じて園児や保護者の環境の変化をいち早くキャッチできる各園の職員と情報共有を密にし、課題を抱える園児の家庭に対し早期に支援を行うことが可能であると考えられますことから、次年度に向けて乳幼児期の子どもの発達に関する相談や育児に関する幅広い相談、保護者対応への助言など、保育士だけでは対応できない悩み相談への相談支援を行う専門職である保育ソーシャルワーカーの配置について検討を行い、総務部局と協議を進めてまいります。いずれにいたしましても、今年4月に制定されました子ども基本法の理念に基づき、市内のすべての子どもが大切にされ、子どもも大人もみんなが幸せな生活を送ることのできる子ども真ん中社会の構築に向けて、子どもの育ち連携のもと必要な体制を整え、子どもを中心とする家庭の支援に取り組んでまいりたいと存じます。以上、答弁といたします。10番今井恒夫議員、よろしいですか。はい、10番今井恒夫議員。ご答弁ありがとうございます。まあ、2点の質問に対しまして、前向きに、ご回答をいただいたのかなと思っております。ありがとうございます。特にですね、保育ソーシャルワーカーについては、市内の園に伺って、園の現場の先生とお話をさせていただいたんですけれども、切に要望されておられましてですね、課題が複雑化する過程が、答弁いただいたように増えてきており、本来業務がなかなかできない、できていない、本来先生の業務ができていないということで、非常に苦慮されておられましたので、切にですね、早い段階で設置いただくのと、体制強化、また今後においての整備に取り組んでいただけたらなと思います。そして、1点目のところについてですね、ちょっと再度お伺いしたいと思いますけれども、1点目 の、 新たな子どもの居場所づくりと答弁いただいておりますが、新たな居場所とはどういった施設をイメージされているのでしょうか。私はこの子ども家庭センターの設置について大変期待しているところでございますが、看板を上げるだけではなくてですね、現在よりも中身がしっかりと充実したものにならなければ意味がないと思っておりますし、職員体制についてですね、体制強化、また総務部局と協議していくとのことですが、必然的に現体制ではですね、ままでは相談体制の強化にはなかなか ならないのかなと思います。今まで行き届かなかったところ、ご家庭にもですね、目が行き届くように手厚い人員体制を望むところでございますが、現状の人員配置からさらにどんな専門職が必要で、どれくらいの人数の体制をお考えいただいているのでしょうか。再度お伺いいたしたいと思います。子ども家庭部長。それでは今井議員、再度のご質問についてお答えさせていただきます。まず一つ目 の新たな子どもの居場所づくりといたしましては、例えば民間団体等によります、運営いただいております子ども食堂とか学習生活支援施設などですね、子どもの家庭支援につながる施設を想定してございますが、子ども家庭庁の子どもの居場所づくりに関する指針に基づきまして、子ども子育て会議等で意見を伺いながら、本市にふさわしい居場所について検討してまいりたいなと、このように考えてございます。次に2つ目 の新たな組織で その職員の人員体制でございます。現状では母子保健課におきましては保健師7名で、助産師が3名、
そして子育て応援室におきましては、子ども家庭支援員が4名、虐待対応専門員2名を配置してございまして、地区担当制によって支援を行っているところでございます。新たな体制に向けましては、先ほどの答弁で述べさせていただきましたとおり、虐待の予防的な対応から、ここの家庭に応じた切れ目ない支援が行いますように、支援体制の強化を図るため、それぞれの課の担当職員が行っているケースへの関わりとか、支援内容を集約して連携を強化を図る、連携の強化を図ります中で、サポートプランの作成をしていくことが重要であるというふうに認識してございます。そのためには、その役割を果たす職員といたしまして、本分野に精通した保健師等の専門職員の配置、これがふさわしいと考えておりますけれども、そうした職員の育成確保などを含めまして、人員の体制も含めて、総務部局としっかりと協議を行ってまいりたいと考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。